そりゃ気になるんじゃないかなって思って。まあ親切ってやつ。あんたね、面会謝絶。え、木下くん、面会謝絶とかなの？さあそこまでは知らないけど、近いうちにお見舞いに行く。火に油だと思うけどね。だとしても、国見さん、どんな振り方したの？参考までに教えてもらいたいくらいだわ。昨日木下が暴れたの、それでしょ？木下君に聞けば、仲がいいなら。ま、そうしてもいいけどね。エマ、とりあえず教室行こう。なんか心配だね。京介くん、大丈夫？あ、ちょっと。Thank you.
お疲れ様です。お疲れ様。それじゃ、私はこれで。バイバイ。じゃあね。それじゃ。傘を差していたら、さすがに寄り添ってもおかしくないよね。それは我慢してもらわないと。ううん、平気じゃない。カズハにも怒られた、待ち合わせのこと。ではなかったけれど、だからってひどいことなんかしたくなかった。当たり前だけど、私はちょっと違う。後悔とはちょっと。平気じゃないのは確かだけど、でもそうすることを選んだのは木下君本人だから。私の気持ちを見せられて、それで自殺したんだとしても、私にはどうしようもない。だって私は、私の気持ちを否定できないもの。やり方は、確かにいくつかあったと思う。けれど、根本は変わらないから。問題の根本は。もしも私が心の底から後悔するのだとすれば、私はその根本までを変えないといけないと思うから。本当に分かってるの？私、お兄ちゃんのことが好き。昔からずっと。何よりも、命よりも大事だから。レドリックじゃなくて。
兄ちゃん。ねえ、本気なの？そう。そうやってお兄ちゃんはまた逃げるんだ。木下君のことがあってもう耐えられないからって、だから逃げるんでしょ、私を捨てて。あの時だってお兄ちゃんは逃げた。お兄ちゃんは何かをして、そして押しつぶされそうな様子で泣いていて、それがお兄ちゃんの言う殺人だったのかどうかは知らないけれど、とにかく私に逃げ出してきた。私は受け入れて、受け入れ続けて、なのに今度は別の罪が生まれたら私から逃げ出すの？ねえ、ねえ、私は本当に本当にお兄ちゃんのことが。お兄ちゃん、夢見てるんじゃない？本当にマージなんかでこの現実を変えることができると思ってるの？お兄ちゃんがそこから逃げ出した罪を本当に消せると信じてるの？本気なんだ。わかった。結局ダメだったんだ。
私の方こそ夢見てた。いつかは心も結ばれるって。その始まりが何であろうと、二人の心の在り方がどうであろうと、つながっているのは紛れもない事実と思って。でもやっぱりダメだった。私を愛してはくれなかった。私はお兄ちゃんの特別な存在になりたかった。